下り線の案内標識中央、道原パーキングエリアは、長野県諏訪郡、原村の中央自動車道上にある、パーキングエリアである。中央道原という地名ではなく、中央道にある、原 PA ということを意味し、これはかつて東名高速道路にあった原バスストップと区別するためにこの名称になったと言われている。現地の標識では、原の部分だけが強調されている。 従来は日本の高速道路にある PA の中では最高所に一致していたが、東海北陸自動車道に松の木峠 PA が完成したため、現在は2番目となっている。上り線は2008年7月にリニューアルされ、デイリー山崎が開店。中央、道原バスストップは、中央、道原パーキングエリアに併設されている、中央自動車道のバス停留所である。 PA は上下線で離れている。バス停は下り線が中央道原パーキングエリアの敷地内、上り線は下り PA の道向かいとなる本線上にある。バス利用者のための無料駐車場も設けられている。ありがとうございます。